いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？この依頼、報告しちゃう？これ、助かりました。こちらは報酬です。これにしようかな。しっかりやらなくちゃね。この依頼でいいかな。よし、頑張るぞ。いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？この依頼、報告しちゃう？これで。助かりました。こちらは報酬です。この依頼、報告しちゃう？これでいいかな。助かりました。こちらは報酬です。しちゃう？これでいいかな。助かりました。こちらは報酬です。師匠、レシピいろいろ考えてきましたよ。あら、自信満々じゃない。さて、見せてもらおうかしら。うん、これなら合格よ。調合の時といい、あなたたちかなり筋が良さそうね。本当ですか？もっと褒めちゃってもいいんですよ。ほら、あんまり調子に乗らないの。まだまだひよっこなことに変わりはないんだから。ただ、次のステップには進んで良さそうね。二人とも夢の絵筆のことは覚えてる？はい、覚えてますけど。今の二人ならあの道具を完璧に作れると思うの。正しいレシピをひらめいてしっかり調合すればね。というわけで次の課題よ。夢の絵筆を作って私に見せてみなさい。
私の弟子だもの。まさかできないなんて言わないわよね。はい、もちろんです。すっごいの作ってきますから。よろしい。それじゃあ待ってるわ。あ、わからないことがあったら聞きに来ていいわよ。その、頑張りなさい。あなたたちにならきっとできるから。あ、思いついた。どこに行こうか。